ありませんでした。ただ西村さん、その中で今日は東浜が立ち上がりから2つのフォアボール、うん、やはりこのフォアボールの多さ、ランナーが溜まってくるとマリンズペースになるのかなっていう感じはするでしょうか。フォアボールを出すとね、もらったチャンスみたいな感じに、ね、はい、なってチャンスが広がっていきますからね、はい、逆にマリンズとするとレギュラーシーズンいい時のイメージで今日は立ち上がり入ってきてるかどうか。ワンアウト二塁一塁で6番の中村翔吾、1球目を投げました。カーブ抜けた、頭の近く、あっと頭にかすったか、ヘルメットアピールをしている、かすっている、かすっている、デッドボールです。カーブのすっぽ抜け、頭にかすりましたヘルメット。ただカーブのすっぽ抜けですので危険球にはなりません、危険球にはなりません。デッドボールでワンアウト満塁です。今リプレイが手元流れてますか。ちょうど高めに突っ抜けたカーブ、中村翔吾が頭をお辞儀するようにして避けてその後ろを通過していきました。西村さん、その立ち上がり突っ抜けもあるという中で今はカーブが頭の方に行ってしまいました。ちょっとなかなか見ることのレギュラーシーズンはなかった様子なんですが、東浜、今その東浜はね、自分のその投球をする、ちょっとね、あのボールホームも含めて、ちょっとばらけてる感じなんでね、早く自分の投球、落ち着いて自分の投球ですよね。左のバッターボックス7番の福田、1球目を投げました。直球低めはボール、ボールカウント1ボールノーストライク、150キロのまっすぐ外れた、1ボールノーストライク。内野は二遊間は後ろ、セカンドベース経由でのダブルプレーの構えを見せています、ホークスの内野陣。今のボールもだいぶ低めのアウトロー、厳しいボールではありましたが、ボール判定で1ボールノーストライク。1回の表マリーンズは安田のタイムリーツーベースで2点も先制、2点も取ったマリーンズ、今日も先制、なおもワンアウト満塁のチャンス、絶好のチャンスで今日スタメンの7番福田周平が左のバッターボックスです。レギュラーシーズンは対東浜6打数の2安打、福田セットに入ってワンボール。第2球を東浜、足が上がった、投げました、打ちました、高いバウンド、セカンドゴロだ、川島ボールを取って2塁に取って2塁アウト、1塁転送、ヘッドスライディング、1塁セーフ、3塁ランナーホームイン。その間に1点もさらに追加、1回の表マリーンズ計3点も先制。福田周平、高いバウンドのセカンドゴロ、川島取って2塁にと4-6-3と渡りましたが、ヘッドスライディング1塁はセーフでした。まあ西村さん、今の打球はもう、あの高さバウンド上がるとしょうがないというプレーだったんでしょうか。なかなか難しいですね、はい、福田周平足速いですね、はい、左バッターですからね。ヘッドスライディング、今1塁ベース上では笑顔も見えています。また福田のなんかもう気合が出たのね。まあ福田といえば今シーズンは開幕戦でこの東浜と対戦して三振に倒れて、で優勝した10月27日はあの最後のバッターにもらって、まあ、ホークスファンからはあの福田で始まって福田で終わったみたいな、そんな話もあったんですがここは福田周平、今日スタメン起用、セカンドゴロではありましたが足でなんとか1点をもぎ取りました。なおも2アウトランナー3塁1塁で8番の田村、打者8人の攻撃になった1回の表マリーンズの攻撃、クライマックスシリーズの第2戦です。ピッチャー東浜、セットに入って第1球を投げました。スライダー高めはボール、ボールカウント1ボールノーストライクです。この回立ち上がりは先頭の荻野が初球打ち、レフト前ヒット、その後藤原フォアボール、清田は送りバントできなかったんですが進塁打で3塁2塁、安田の左中間突破ツーベースで2点、その後チャンスを作って福田セカンドゴロの間にさらに1点、3点を先制マリーンズ。なおも2アウトランナー3塁1塁、8番の田村、ワンボールノーストライク。第2球を投げました、空振り、ボールカウント1ボール1ストライクです。今日は東浜とチェンメインの投げ合い、まあホークスとすると今日勝つか引き分けで4年連続の日本シリーズ進出が決まります。一方のマリーンズは昨日敗れたことでもう3連勝しか日本シリーズ進出の可能性はありません。今日からの3連勝に全てをかけているマリーンズが今日は3点先制です。1ボール1ストライク、2アウト3塁1塁、ピッチャー東浜、第3球を投げました、カーブだ、決まったストライク、ボールカウント1ボール2ストライクです。今年はコロナ禍ということでこのポストシーズンも11月の半ばに行われていますが、ドーム球場とはいえ、まあ、比較的ひんやりとしているこのペイペイドームの
球場内でもあるんですが、もう東浜は汗びっしょりです。帽子の後ろから出た襟足は汗でぐっしょりと濡れていて、今ロジンバックに手をやりました。ツーアウトランナー三塁一塁です。1回の表マリーンズ3点を先制してなお攻撃中。セットに入ったワンボールツーストライク、右のバッターボックス田村、ワンツーから第4球を投げました。直球空振り三振、149キロ3アウトになりました。3塁ランナー1塁ランナーは残塁、しかしちょっとうつむき加減で1塁ダグアウトに入っていく東浜。1回の表マリーンズは安田のタイムリーツーベースで2点、さらには福田周平セカンドゴロの間に1点、計3点を先制しました。西村達治さんの解説でお送りしてまいります。パリーグクライマックスシリーズホークスマリーンズの第2戦、1回の表マリーンズ3点を先制しています。時刻は1時18分です。スタジオ担当日本放送の小永和夫です。今日もクイズトリプルチャンスやります。第1問の出題です。問題、ロッテの先発ケプリン投手、1回の裏ソフトバンク打線を無得点に抑えるでしょうか。ロッテの先発チェンメイン、1回の裏ソフトバンクの攻撃を無得点に抑えるでしょうか。この1問目の答えと住所、氏名、年齢、その名の通り3回チャンスがあります。どの問題からでも参加できます。正解者の中から抽選で1問につき1名の方にポンタポイントが貯まる使えるルートインホテルズの宿泊券5000円分をプレゼントします。ショーアップナイターのホームページにも応募フォームがございます。たくさんのご応募お待ちしています。そしてショーアップナイターの公式ツイッターでは今日は両チームや両チームの選手への応援メッセージのツイートを募集します。早速ご紹介しましょう。はははさん、やりますね安田選手ね、今日も先制の2点タイムリーを打ちました。紫二郎さん、ソフトバンクの周東選手、クライマックスシリーズも盗塁を見せてほしいですといただきました。昨日はヒットありませんでしたからね、今日は活躍するでしょうか。この後もハッシュタグショーアップ1242、英語小文字ショーアップ数字で1242をつけてツイートしてください。イニング間に随時紹介します。 FM93 AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル、パリーグクライマックスシリーズ第2戦、ソフトバンク対ロッテ。10月の14日に初登板、9月の、21日に支配下登録されました。ワンボールノーストライク、第2球を投げました。直球アウトローはボール、ボールカウント2ボールノーストライク。レギュラーシーズンは4試合に登板、0勝3敗防御率 2.42 です。まあ防御率は 2.42、安定感はあったんですが、援護なく0勝3敗でした。第3球を投げました。直球打ちました、セカンド右のゴロ、ボールを掴んだ中村翔吾、一塁に送って一塁アウト、ワンアウトランナーがありません。昨日から4打数ノーヒットだった周東、今日も第1打席はセカンドゴロ、ヒットが出ませんでした。ワンアウトランナーがありません。さて西村さん、レギュラーシーズンはなかなか援護がなかったチェンメインに3点の援護、まあ、一方のホークスとするといきなり3点を追いかける攻撃になりました。まあ3点はちょっとしんどいですね、まあ1点ずつ返していきたいですね。はい、はい、1回の裏ホークスの攻撃はワンアウト、右のバッターボックスに左キラーの川島慶三です。ピッチャーチェンメイン第1球を投げました、打ちました、ファウルです。3塁線、ボールカウントはノーボール、ワンストライクです。背番号58番サウスポーのチェンメイン、9年ぶりに日本球界、今シーズンの途中から復帰しています。ポストシーズンに投げるのも2011年中日ドラゴンズ以来、日本シリーズ以来になりました。チェンメイン第2球を投げました、カーブ、あっと完全に振り遅れの中途半端な空振りでノーボール、2ストライクになりました。1回の表マリーンズが3点を先制、1回の裏ホークス3点を追いかけます。ノー2から第3球を投げました、打ちました、ファウル、ボールカウントノーボール、2ストライクです。チェンメインのホークス戦、今シーズンは2試合に登板、0勝2敗ではありますが防御率 2.57、 2試合とも打線の援護はありませんでした。ノーボール2ストライクから第4球をノーアイナップモーション、
右足を下げて投げました。直球打ちました。右中間ライト下がっていて右中間真ん中破っていった。ワンバウンドでフェンスに到達。バッターランナー川島は二塁に立ったまま到達。ツーベース。左キラーの川島、その期待に応えるツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁。3点を追いかけるホークス1回の裏の攻撃です。いや西村さん、この左キラーの川島が非常に応えるバッティング、今のバッティングいかがでしたか。ナイスバッティングですね。左ピッチャーはこうやって打つっていう、もう本当お手本のようなバッティングですよね。はい、はい、打ったのはまっすぐですか、今の。あのまっすぐを、ライトオーバー。ああ、外寄りだったと思いますが、だいぶ打球も飛んでいきました。さあ、そして迎えれば昨日は3安打ホームラン1本柳田です。左のバッターボックスに柳田。ワンアウトランナー2塁1回の裏フォース。ピッチャーはチェンウェインです。セットポジション第1球を投げました。アウトコースはストライク。ノーボールワンストライクです。西村さん、昨日の柳田のホームラン、すごいホームランでしたら、いかがでしたか、ご覧になって。いや、もうなんか言葉出ないよねなんか足はちょっと崩れてましたもんね。ちょっと窮屈そうなスイング見えたんですが、はい、足は崩れてるし、打った時に左手も離れてるし。2球目打って自打球です。ファウル。ノーボール2ストライク。片手になってるのにセンター130、もう100くらい飛んだんじゃないですか。もうバックスクリーンだいぶ飛んでいきましたからね。はい、まあ、今シーズンはこの柳田の驚愕なホームラン何本も我々も見たんですが、やはり柳田というのは、まあ、とんでもない選手なんだなっていうのを改めて感じました。今日はこの第1打席はチャンスで回ってきています。1回の表マリーンズは3点も先制。1回の裏フォークはワンアウトランナー2塁、ツーベースの川島を2塁に置いています。ノーボール2ストライク。チェンウェイン対柳田。ノーボール2ストライクです。投げました。アウトコース、空振りか。空振り三振。柳田さん、球三振。ツーアウトランナー2塁。西村さん、最後のは、スライダーだと思います。はい、だいぶ左バッターには外の遠いボールには見えたんですが、ちょっとね、打ちに行ったらもう全然届かないボールで、はい、途中で止めるのも諦めて流して空振りしたみたいな、そんな感じでしたね。柳田にしてはちょっと、簡単というわけではないですけれども、三振に倒れて2アウトランナー2塁。右のバッターボックス4番のグラシアルです。1回の表マリーンズは3点を先制。1回の裏フォーク、ツーアウト2塁。投げました。インサイドスライダーはストライク。ボールカウント、ノーボール、ワンストライクです。西村さんは今シーズンこのチェンベイン2試合ホークス戦登板していますが、印象っていうのはいかがですか。いや、すごくいいピッチャーですよね。ああ、そうですか。はい、やっぱり連打連打で点を取るのはちょっと難しいなっていうぐらい、やっぱボールにも力あるし、角度もいいし。ああ、角度ですか。はい、コントロールもいいし。ノーボール、ワンストライク。投げました。高め、ボール。ボールカウントはボール、ワンストライクです。まあ、となると西村さん、このホークスとしては1回の立ち上がり、このチャンスでなんとか1点でも返したい。ここはね、なんとか1点は取りたいね。そんな攻撃ですかね。はい、4番のグラシアルに回ってきました。柳田は三振で2アウト2塁。左の、失礼、右のバッターボックスにグラシアルです。ワンゲンドバン、第3球を投げました。打ちました。打ち上げた。ライトに上がったフライ。歓声上がりましたが、1つ距離は出ました。